どうも、俊介です。今回は閲覧必須、今後必要とされる人としての本当の強さとはというテーマでお話ししていきます。みんなも知っての通り、現代はものすっごいスピードで変化していっています。しかもただでさえ変化が激しい時代なのに、コロナウイルスの発生、働き方や生き方、ビジネスモデル、ライフスタイル、何をとっても10年前の面影は見えないぐらい変わっています。そしてこうした変化は今後 AI やロボット技術の向上によってさらに加速度的に進んでいくと言われている。じゃあこの変化は一体何を表しているのか。それは今日まで正解だったことが明日には正解ではなくなる時代ということです。さて本題の強さに関してですが、あなたは強さや強みと聞くとどんなものを思い浮かべますか？おそらく自分の長所だったり才能だったりスキルを思い浮かべる人が多いと思います。あるいは心の強さをイメージした人もいるんじゃないかな。これらは確かに自分の強さと解釈することもできますが、変化の早い時代において今挙げたどれもが本当の強さではありません。その理由は、長所もスキルも才能も心の強さも環境や時代状況によって弱みにもなってしまうから。そしてその変化の激しい時代においては明日にでも弱みになることもあるからです。そこで今回は今の時代だからこそ必要となる人としての本当の強さを解説して、その強さを身につける方法もお話していきます。今後の変化の時代を生き残っていくためにぜひ最後まで見てくださいね。必ず学びがあると思います。またこのチャンネルでは人生を変えるを軸に発信していますが、特に明日の自分を変えることに重きを置いているので、ぜひ今日の動画を見て明日の自分を変えてください。チャンネル登録もお願いします。それでは早速本題に入っていきます。ということで、本当の強さとは何なのかですが、ズバリ答えは変化に合わせられる強さです。今の現代はさっきも言ったようにすっごく変化している。そしてその変化待ってくれない。川下りに例えると分かりやすくて、今の世の中は川そのものです。あなたが川を下っていくときに自分のペースでのんきにやってたら川に飲み込まれて溺れてしまいます。どんなに気分が乗らなくても迷っていても川は流れていきます。止まってはくれません。僕らは川の流れを意識して、その流れに合わせてオールを漕ぐ必要がある。それこそが今後必要とされる本当の強さ、変化に合わせられる強さです。これを身につけていくことがとても大事になってきます。ですが日本人はこれが本当に苦手。日本人の特徴として、未来の利益と現状の損失のどっちを選ぶかを聞かれたら大抵現状の損失を選びます。つまり新しいことよりも古いことを着実にこなす方が好きだから変化が嫌いなんです。変わることに対する抵抗感がより一層強く根付いてしまっている。でもそれではこれからの時代は通用しない。それをしっかりまずは理解してほしいなと思います。変化に合わせられる強さは今後必要になってくる生き方でもある。たとえ人生の目標を立てても環境に変化に伴って前提そのものが変わる可能性が本当に高いので、それよりも絶えず自分をアップデートしていく意識を強く持って、仕事でもプライベートでも今目の前のことを大切にしながら生きていってください。それではここから本当の強さを身につける方法を解説していきます。それでは激流に巻き込まれても溺れない強い人になるためにはどうしたらいいのか。それは常に変わり続けること。もっと具体的には現状維持に対して疑ってかかり、少しずつでいいので自分自身が変わり続けること、環境を変えるのが最も効果がありますが、誰でもそう簡単に環境を変えられるものではありませんよね。仕事を辞める、住む場所を変える、付き合う人を変える、これがすぐにできるなら苦労はありません。なのでまずは行動を変えてみてください。今までと違った何かをやってみるってことですね。それだけでも人は新しい自分に変化していくことができます。またこの何かを迷っている人は自分が不満を感じていることに対して行動を起こしてみましょう。自分の容姿だったり部屋の模様替えだったり職場の人間関係だったり、自分の不満に対して行動を起こせている人はどれくらいいるだろう。自分の行動に変化を起こすために自分の満足いかないことを見つけて何かしら行動する。これができたら必ず変化が起こります。そしてその変化自体が成長につながるだけでなく、日頃から変化に慣れておくことでいざ外部の環境が変わった時にスムーズに変化に対応できるようになる。つまり本当の強さが身につくわけです。なのでとにかくいろんなところに変化を起こす意識を持ってみてください。そして変化を起こされないようになってください。それでは今日の明日やろコーナーです。明日の自分を変えるために今日からできること。まずは今後必要となってくる人としての本当の強さとは変化に合わせられる強さということをしっかり理解しておくこと。そして日本人は変化が苦手ということを頭に入れておきながら、少しずつでいいので常に変化を起こし続ける意識を持つこと。具体的には今自分の満足いってないところに対して何かしらの行動を起こして変化させてみてください。変わるのは怖いかもしれないけど、慣れれば意外とそんなこともなくなります。そのためにも変化し続け、自分をアップデートとし続けてください。それではこれからもこのような動画を上げていきますので、よかったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次の動画また。